皆様こんにちは、福岡市の高島でございます。今日は福岡ネクスト都市革新フォーラムにようこそご使用いただきました。今日来れるのかなというふうに心配された方もいらっしゃるというふうに思います。地下鉄でですね、陥没の事故があったわけです。大変多くの方にご迷惑をおかけしているわけですけれども、今は復旧ということで、一丸となってですね、復旧活動を続けています。で、一方で今世界にとってもレジリエンシー、回復力のある都市づくりということは非常に大きなテーマになっています。まさに、起きて、こういった事故を起こさないということがまず第一に大切なわけですけれども、もう一方でその回復力というところも非常に大事なテーマの中で今一つ福岡市としても試されているというふうに思いますので、しっかりとこの復旧に早期に迅速に安全に取り組んでいきたいというふうに考えております。さて、この都市革新フォーラムなんですけれども、これはですね、どういうものであるのかというところを今日は、少しですね、私の方でプレゼンテーションを行いながら、そして今の福岡というのを今日は、全国そして世界から、お越しいただいていますので、福岡の今どんな、福岡がどんな状況にあってどんな街なのか、どんなポテンシャルがあるのか、どういうことをこれからしていきたいのかということは、このプレゼンテーションをご覧いただきながらお話をしていきたいというふうに思います。まず福岡の街、今福岡市では福岡ネクスト、福岡を次のステージへというチャレンジをしています。ネクストという意味合い、もちろん次の世代のために、そしてステージを上げていこうとか、いろんなネクストの意味があるわけですが、今福岡は大きく変わるチャンスを迎えている、それぐらい実は勢いのある街であるわけなんですね。例えばどんなことかというと、今人口増加率は全国の政令市でも一番で、年間1万5000人ずつ人口が増えているという、この人口減少社会の日本の中でも非常に珍しい地域であります。あとおよそ20年間は人口増加が続くというふうに推計をしております。また、非常にコンパクトシティという意味合いがあります。これは非常にプラスの意味でのコンパクトシティです。空港、駅、港、これが全て 2.5 キロ圏内にございます。でさらに国際空港から都心までのアクセス、これもアジアの主要12都市の中でもアクセス時間は最も早くてですね、これは11分ということになっています。非常に早いです。それからもう一つ、日本有数のインバウンド都市というような特徴があります。例えば今クルーズ船、私たちが今いる国際会議場のすぐ近くに実はクルーズのターミナルがあるわけです。これちょうどこの画面をもう少し右を本来見てみると、この国際会議場があるんですが、クルーズ船、今年はおよそ330回を予定していますが、全国で一番クルーズが来ている港、それが博多港ということになります。そしてところが今もう多すぎてですね、クルーズ船受け入れられない、ほとんどの日が予約で埋まっていますし、かなりの日が重複しているわけですね。でこれ以上もう受け入れたくても受け入れられないという状況がありますので、今このクルーズを同時に複数席着岸できるようにということ、それからこのような国際会議場のようなマイスですね、これも東京都に次いで、地方都市で日本で一番この国際会議が開催されているのが福岡市です。そして例えばこれは去年になるんですけれども、国際会議の増加数、日本全体で163件か、日本全体で国際会議の数増えたんですが、そのうち83件の増加は福岡市ですから、日本の KPI 増加分の半分は福岡市が増やしているという状況にあるんですね。ところがこれも実は、国際センターマリンメッセでもおよそ稼働率9割という状況になっていますので、これ以上実はもう成長にキャップがされている状況になるんですね。ですからクルーズの着岸の港、それからこういったバイスの施設、こうしたものとにぎわいと一体としたウォーターフロントネクストというものを今掲げています。おとといもですね、国家戦略諮問会議があって、私もちょっとこういう状況だったんで電話での、会議に参加だったんですけれども、その中でもですね、日本で初めてのコンセッションの導入ということを提案させていただいて、総理からもそうしたことをしっかり進めていくという、お言葉もいただいたところでございます。これはちなみにもう来年度には事業者の公募というような、スピード感でやっていきたいと思います。
で、こうしたいろいろな施策を今、能登福岡市が打って、福岡ネクスト打っているわけですけれども、そうした中で今、まず開業率ですね、若い人の開業率というのは、実は全国でダントツで1位、開業率全体でも1位ということになっています。そういう意味では、非常にチャレンジングで、新しい価値を作っていく街である、これ、非常に重要なキーワードに福岡市を考える上でなります。それから税収伸び率もですね、今政令市で一番ということで、非常に経済の方も好調に進んでおります。でさらに世界の住みよい都市ランキング、これはモノクル、イギリスの雑誌モノクルが選んでいます。もちろん指標によってですね、いろんな指標があります。で多くはやはり都市の経済的な規模とか人口によってですから、およそ首都クラスの、ものが大体ランキング出るんですが、このモノクルというものは市民の目で見た、例えば本屋さんまでの距離とか、もしくは、マックの値段とかですね、そういう市民目線で見た暮らしやすさっていうところでランキングをしているイギリスの雑誌モノクルというのがあるんですが、この中でも世界で7番目に住みやすいというランキング、今年ご評価をいただきました。で、そんな福岡市が今新たなチャレンジをしようとしています。どうしてかというと、もちろんプラスのさっき今言ってたですね、要するに需要がこれだけ増えている中で供給力をつけていくという意味での次のステージ、もう一つが、これは日本全体の課題でもあるんですが、少子高齢化、こういう中で個人の幸せも最大化しなければいけないが、同時に社会としても持続可能な社会を作っていかなくてはいけないという課題ですね。で、こういうような課題を両立させるためにどんな街づくりをしなければいけないかということ、これは日本中の課題であるわけです。福岡市だって今はもちろん好調なんですけれども、当然いずれかの時にはいわゆる人口減少という状況にもいきますし、また高齢化ということもこれから一気に訪れてくるわけです。で、そのために考えるのが福岡スマートイーストという今回のまさにプロジェクトなわけです。この福岡スマートイースト、対象エリアはというと、左の全体像で見てみると、すでにスマートシティ作りを進めているアイランドシティと、そしてここ、九州大学の箱崎の跡地ということになるわけですね。箱崎の跡地だけを右に拡大したものを見てみると分かる通り、3つの駅に囲まれて、都市高速の乗り場も近くにあって、空港も近いということで、非常にポテンシャルがあるエリアでございます。で、こうした、交通の利便性ということもそうですが、キャンパスの跡地だということで、実は地権者が非常に少ないんですね。で、やはり一棟一棟建て替えるのは多分それは東京には勝てないわけです。大きな資本が入って一棟立派なビルができるというのは東京方が大きな資本が入ると思います。が、要するに面として開発ができるということは、要するにそのそういうことなんですね。スケールメリットが活かせるということになるわけですから、例えばエネルギーをこのエリア全体としてのスケールメリットを活かしてやろうとか、こういう連携ができるわけ、全体を街全体としてスマートにコントロールできる。で、しかも下に地権者が少ないということはですね、これから白いキャンパスに絵が描けるという強みがあるということなんです。そしてもう一つ、三つ目が福岡のムードですね。じゃあこれが広い土地があるからどんなとこでもいいのか、どっか のすごい、例えば人がほとんどいない山の奥、ここをどうぞご自由にって言われても、ニーズがなければここに需要がないわけですね。ですからこの福岡っていう中にこれだけのキャンパスができる、白いキャンパスで絵が描ける場所ができるっていうところ、そして今福岡は非常にそういった税収も上がってきてますし、いろんなもうどんどん経済活動ものすごく元気だからこそ、市民の皆さんだからやるぞ、で俺たちはできるっていうような非常に自信に満ちたムードがあるっていうのは、これは全国の中で非常にこういったムードは大きいのがこの福岡市だと思うんですね。ですからこういった交通の拠点であるというその非常に立地の優位性、それから地面がほとんど地権者がですね限られているという強み、そして福岡というそのムード、この3つが揃っているからこそこんな新しいチャレンジがこの福岡市でできるというふうに思うわけです。で、実は
ダボス会議世界経済フォーラムがトップ10の都市革新というレポートを出しています。でこれはですね、およそ世界の中で300近くある都市革新のいろんな、各地方各国のですねチャレンジがある中でも、その中でもトップ10の、都市革新のアイディア、事例というものを具体的に、レポートとしてまとめられているものなんですね。でこれが、実は世界経済フォーラムで発表されました。未使用空間の開放、ピークをなくす、小規模なインフラの検討、住人に配慮したイノベーション、これが、全体の中での、いわゆる共通項のような、抽出できる要素なんですが、実はこのトップ10の都市革新が今日、この私たちの福岡ネクスト、福岡スマートイーストですね、このフォーラムの開催に合わせて、ダボスの方でですね、これは初めて日本語版というものを作って、印刷をしていただきました。それが今日皆様の手元にあるトップ10の都市革新という、そのこういった冊子なわけです。でこれが今日のために、世界経済フォーラムが、作っていただいたというものです。でこのレポートを作ったそのメンバーの中に実は一人日本人の方がいらっしゃいます。それが今日私のこの後基調講演していただける森先生です。で森先生に今日は、このレポートをですね、を中心としてお話をいただいて、そしてぜひこれからスマートイーストを進める上での大きな示唆にしていきたいというふうに思います。森先生今日どうぞよろしくお願いをいたします。でこういったスマートイーストを実践していく上でですね、次行ってください。はい、2つ大きな実は要素を今考えられるわけですね。まず1つがシェアリングエコノミーという考え方です。つまり所有から共有へということですね。これから要するに人口が減ってくる、でもサービスは落とさない、でこういうその持続可能性っていうところを考えていく上で、今新しいビジネスモデルとか新しいライフスタイル、こうしたものっていうのがどん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 出てきているわけですね。その非常に大きなものの考え方にシェアリングエコノミーという、考え方があるわけです。こういった空間やモビリティ、エネルギーをシェアするという考え方、そして右の方にもですね、テクノロジーというふうにあります。まさに自動運転、IoT、人工知能など、まさに効率的にサービスを質を落とさずに、より効率的にできる、そんなテクノロジーが今どんどんできています。こういったシェアリングエコノミーやテクノロジーというものをいかに社会に実装していくか、今まさに、ダボス会議もそうですけれども、大きな世界の注目は第4次産業革命というふうに言われていますね。これによってある部分では雇用が非常に減るし、ある部分は非常にそのニーズが求められる分野が出てくるなんてこと言われているわけですが、私個人の見解を言わせていただくとですね、第4次産業革命日本においてそう簡単に起きないというふうに実は思っているわけです。なぜならテクノロジーを進めることとかシェアリングエコノミーを進めることには世界は熱狂してますけど、それをどうやって社会に実装するかっていうところの議論を熱狂してしているところもないんですね。そう簡単にざっとはいかないですよ。それは今空間ごと分野ごとに様々な規制があるわけ で、その規制に守られて今ビジネスをされている方っていう利害関係者もたくさんいる中で、そういう中でやはり新しいテクノロジーができたから全部そんな規制を取っ払いましょうなんていう議論はなかなかそれは簡単にはできないわけですね。で、ですからどうしてもこういったものを取り入れた先進的な街づくり、ライフスタイルを実装しようとすると、一番下にあります法律や規制というものに阻まれてしまうということがあると思います。が、私たちがこれから議論しようとする箱崎の跡地というものは、さっき言ったとおり知見者が極めて少ないということ、それからそうした広いエリアを白いキャンパスから描ける、これは大きな可能性だと思います。福岡市は国家戦略特区、スタートアップの特区に選ばれていて、規制緩和をすることができます。規制緩和というのは規制があることを前提にするから、その規制を緩和するということなんですね。ところが一個規制しても何かを進めようとすると、トータルでいろんな規制をトータルで解除していかない限り、これ実装ってなかなか難しいんです。
一方で今竹中平蔵先生たちが、最近おっしゃっているのはですね、特注の特、つまり全くまっさらな規制がないところからそもそもシェアリングだとかテクノロジーを実装するっていうことを前提にした社会を考え、そこに必要な規制をこれから作っていく、ゼロベースから作っていくっていう考え方、つまり大きな飛躍イノベーションがあるわけですが、こうしたこともですね、実はこうした、福岡スマートイーストの中で例えばまっさらなキャンパスの上に書くんだったらできるかもしれない、もちろんこうしたことも合意形成だとかもちろんボロボロのプロセスはいるんですけれども、そういう可能性すらここは秘めてるんじゃないかというふうに思うわけです。これまでは今言った話、これですね、左の部分ですね、法律があったものを引き算方式で規制を緩和していくんじゃなくて、ゼロベースからシェアリングやテクノロジーを実装することを前提にして積み上げていくという、足し算方式、これ右ですね、こういった可能性もあるんじゃないかと思うわけです。こうしたこともしていきながら、福岡が目指す人と環境と都市活力の調和の取れたアジアのリーダー都市というものを実現をしていきたい。リーダー都市というのは何も経済で一番になろうとか人口で一番多くなろうとかいうような話ではないです。リーダーというものはですね、それはこれからの先の世界を示して、行く方向性を示して、そこに勇気を持って一歩踏み出していく、そういうみんなをリードする役割ということです。これからこれだけテクノロジーが発達をしてきた、そしてライフスタイルも変わってきた循環型社会に行かないと地球レベルでも大きな課題になっているという中で、そこに対して人類がこれからどういう方向に進んでいくのか、どんな街づくりをしなければいけないか、そんなまさに示唆となるような、まさに人類がどんな街づくりライフスタイルを送っていくのかという、まさにそのショールームとなるようなですね、そんなエリアをこの福岡スマートイーストでぜひ作っていき、そして私たち自身が人類の希望の星となっていく、それぐらいのやはり気概でワクワクしてですね、私もいますので、ぜひ今日お集まりいただいたたくさんの知見を持った皆さんの知恵をぜひ貸していただきたい。そして化学反応を起こしながら、さらにこれを現実的にどう実装していくのかっていうところまで考えていく、そういった今日は館長となるようなフォーラムになることを期待をいたしまして、私の挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。